てかね、いや本当はこう化粧をねする予定じゃなかったんだけど、あまりにもこう映った私の顔が白すぎて、そうあのもうメイクしてたんですよ、ファンデーションとか、ファンデーションしてたんだけど、だからこう肌がちょっと白く、ワントーンちょっと白くなって、なんなら目もあのファンデーションしたんで、ちょっと今日目がちっちゃいんですよ。はい、っていうね。最低限ある程度見せれるところじゃないです。うん、俺クラスになるとじゃんけんしても勝てる。まあそういうことですよ。ちょっと眉毛もね描かせてもらいます。描きます。ちょっとごめんね。今日は素敵な朝ごはんを用意してるんです。何かと言いますと、じゃじゃーん、マカロンなんですけど、これは韓国とかで有名なトゥンカロンです。今日はねこう買ってきたんですよ。そう、昨日買ってて、両元ね、そう帰りに買ってきました。可愛いんですよこれ。なんか他にもいっぱいあったんだけど、ちょっと種類がね、もう閉店間際みたいな感じで行ったんで。キーモンスター可愛くない？めちゃめちゃ分厚いんですよ。太っちょ、太っちょマカロンっていうらしくて、見てちょっと崩れちゃった、ボロボロになっちゃった。あ、じゃあこれが怪獣、これ怪獣だ。でこれクッキーモンスター、でこれがスマイル、なんかバタークリームとかだった気がする。はい、何から食べようかな。うん、何から食べていいか分からん。キーモンスターちょっと一緒、
体重から食べます。じゃあ、すごいでかい、かわいい怪獣。いただきます。なんか甘すぎない、甘い。バタークリームだ。うん。オレオ。うん、あったんですよ。売り切れてた。めっちゃ多い。もうなんかここで分かるくない？なんかちょっと歯も青い。瀬戸内だ。瀬戸内の海です。怪獣を食べたら瀬戸内の海になれるよっていう。めっちゃ色つくので食べる際には気をつけてください皆さん。マカロンってなんで美味しいんだろうね。このマカロンのこの生地がやっぱ美味しいんですよ。体をたぎてくもう何も恐れないで一番素敵で笑顔になれる。から甘いからですか？甘くないよ。でもたまに本当にめっちゃ甘いマカロンとかある。そしたら私の歯がねってなる。キュイーン、にゃーってなる。声が出そうになる。
まあそう知覚過敏みたいな感じの感じになる。あ、そうだね、もう必要ならない。もう終わりです、今日で。なので皆さん、今日も空いてる時間は一緒に七並べしちゃいましょう。しみけんさん、あのレインボースターありがとうございます。よしさん、スティーユーハートありがとうございます。本当に今月もね、たくさんもう私のせいでいっぱいいっぱいこう七並べをやってくださって本当にありがとうございました。もう たくさんね、七並べ対戦できて楽しかった。もう、うん、楽しかったのでもうなんかあれです、悔いはないというか、うん、そういっぱいねやっぱできたから、そこがやっぱ楽しかったですね。あのお話し会の時とかもう七並べ始めたんだみたいな、七並べみゆちゃんおしめにしてるよみたいなとか言ってくれたりとかするのがすごいやっぱ嬉しくて、まあこれからもたくさんたくさん一緒にやりたいし、もっとたくさんの方がね、七並べを一緒にやってくれたらすごいありがたいなって、嬉しいなって思うので、もっともっとぜひ皆さんも知人とかに「ST4 って七並べってのがあるんだけどさ」みたいな感じでちょっと広めてみてください。うん、そうね、パラダイスのことめっちゃ増えたね、嬉しい、たくさん当たれてますね。はい、ということで本日は、お楽しみの方が2人いらっしゃいますので、そちらの方を発表していきたいと思います。ではまずは、はっちゃんお誕生日おめでとう。イエーイ、はっちゃんお誕生日おめでとうございます。はい、ということで、あともう一人いらっしゃいます。それでは何しようかな、ちょっとじゃあ私の歌でいきます。てん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 、 Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, dear P-man. Happy birthday to you. Happy birthday. P-man とハンちゃん、今日はお誕生日おめでとうございます。今日という日に、お二人の方が生まれてきてくれて本当にありがとうございます。そして私と出会ってくれて本当にありがとうございます。まあ、たくさんのね、いろんな、まあ、あの二人ともね思い出があって、まあ、ちょっとコロナ前の記憶しかないんですけど記憶ばっかなんですけど、でまたまたこうコロナ終えてまた会える状況になった時にもうまたこう会いに来てくれたらね、そしていっぱい思い出作っていけたら更新
思い出更新をしていきたいので、ぜひこれからも見ててください。ピーマンは私もう余裕で食べれます。ピーマン嫌いだったんですけど大人になりました。ロンドンさん、夏美香さん、ハートありがとうございます。ジェシーさん、ステイハートありがとうございます。はい、あ、なんだっけそれ、チンジャオロース、ちょっと ではちょっとね、消すをする時間がちょっと必要なので、今日の配信もねこの辺で終わりたいと思います。今日も配信見てくれて皆さんありがとうございました。ちょっと今日はトゥンカルンをちょっと食べました、朝に。はい、またあの後でお腹空いたら食べようと思うので置いときます。はい、そしてね、なんと今日は朝起きたらめちゃめちゃ蚊に刺されてたんですよ。いや、もう蚊に刺されてたのかわかんない、もう何に刺されたのかわかんないけど、虫刺されがすごくて、あのここにこう足、あの足のあのこの指、あの何この足の甲のところに1個、だからね、1、2、3、忘れちゃったな。でも3個は確実なんですよ。でもずっと前、ずっとちょっと前からずっと痒いところはずっと痒くて、もうほんと悲しい。本当にそう、え、待ってと思って、こんな急激に増えることあると思って、めっちゃ痒いんですよ。めっちゃ痒いけどめっちゃ我慢してる、ほんと。でもね、ダニの感じもしないんだよね。結構ちゃんとぷっくりしてるというか、あの蚊に刺された時のなんかぷっくり感みたいなあるから、なんかダニかなみたいな、うん、ちゃんと虫刺されみたいな感じになってるから、うん、どうなのかなと思うけど、でも確かに、いや見てて、あの蚊別にいないからどうにかなみたいな。もうちょっとよくわかってないんですけど、もうちょっともうあの勘弁してほしいって感じなんです。はい、まあちょっとあのお布団と相談します。はい、どんな感じで皆さんもちょっと気をつけてください。うん、めちゃめちゃ痒いね、至る所が痒いので、私も今もうどこが痒いのかちょっともうよく分かんなくなってきちゃってるから、もう痒すぎて、もう刺されすぎてね。皆さんもちょっと気をつけてください。はい、では、皆さんありがとうございました。あれ、あれ言います。と13位焼きそばさん、12位ペパミン、11位ピーマン、誕生日おめでとうじゃないこれ、え違う、何これ、ピンマンお誕生日おめでとうの回。はい、10位ユウ、おやぷんぷん、おのぴーさん、9位なつみかんさん、8位なのさん、7位ゆうぽんさん、6位ふっさん、5位ひしもかぜさん、4位がよしさん、第3位がパトパト。当てたかな、ありがとう。第2位がポタ、ありがとうございます。そして今日の第1位がモーさん、お、な、モーさんなんですけれども、私の壇上のところにモーさんがいない。消えてます。ありがとうございます。
ということでお疲れ様でした、今日は一日、今日もね皆さんもお仕事、学校、バイト、そういったもろもろでたくさんあると思うんですけど、今日は私はレッスンがあるんでレッスンの後にちょっと用事があるので今化粧するって感じなんですけど、はい、まあ化粧をちょっと仕上げていざレッスンっていう感じでいきたいと思います。ちょっとツアーにね向けて、夏のツアーに向けてちょっと頑張っていきたいと思います。髪伸びたね。はい、ということで皆さんありがとうございました。私の口の中、ただおち。